はい、望月凛です。今回は日本オーディオブック協議会常任理事である上田渉さんの書かれた超効率耳勉強法を解説していきます。この本は一言で言うと耳で学ぶことの重要性を教えてくれる本だ。耳で学ぶか。実際にこの著者は耳で学習して偏差値30から東大に合格した人物だ。おお、すげえな。今日の授業を受ければそんな耳で学ぶことの重要性を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は何度も見たり聞いたりすることで記憶が強化されるだな。ここでは机の上だけじゃなくて移動中も耳学習をした方がいい理由を説明していく。一回見たり聞いただけだと人は簡単に忘れてしまう。だから大事なことは目と耳を使って何度も見たり聞いたりした方がいいんだ。へえ。その中でも特に人が受ける情報の多くは目で見た情報である視覚から得られると言われている。やっぱり視覚が強いんですね。ああ、ほら、図やグラフなどに書かれた数字を見れば一瞬で多くの情報を理解することができるからな。そうですね。ただ目の次にいいのが耳だ。特に言語や考え方、思考法などの情報は耳から聞いて学習するのに向いているぞ。そうなのか。ほら、何度も同じ曲を聴いていると歌詞を覚えようと思っていないのに全部覚えていたりすることがあるだろう。ああ、ありますね。その他にも海外に住むことで自然と英語を覚えたりする。はい。なぜ覚えてしまうのかというと、最初に言った通り何度も見たり聞いたりすることで記憶が強化されるからだ。じゃあ英語を覚えたいのなら目で英単語を見るだけじゃなくて耳でも英語を聞いておいた方がいいんですね。もちろんだ。だがほとんどの人は目では勉強しているが耳ではあまり勉強していない。確かにそうですね。そのため耳で勉強している人としていない人とではかなり差がついてしまう。またこの本の著者も耳学習を活用して東大に合格している。つまり本当に深く学習したいのであれば目だけでなく耳もフル活用して勉強した方がいいということだな。次は聞くことは読むよりも圧倒的に楽であるだな。さて、さっきは耳で学ぶことの大切さを説明してきた。ここではさらに耳で学ぶべき理由を説明していく。はい。それは目で読むよりも耳で聞く方が圧倒的に楽だからだ。楽？ああ、ほら、200ページの本を1冊読むのと1時間の音声を聞くのとでは圧倒的に音声を聞いている方が楽だろう。確かにそうですね。200ページも読むとかなり疲れますもんね。なぜ読むよりも聞く方が楽なのかというと、読書は文字を目で見る、頭の中で文字を音声に変換する、変換した音声を言語として理解するという3つのタスクをこなしているのに対して、聞くことは音声を言語として理解するという一つのタスクだけで済むからなんだ。へー。そしてさっきも説明した通り、人は目と耳で何度も情報を入れると記憶しやすくなるのだ。はい。だから疲れやすい目だけでなく疲れにくい耳でも何かを学んでおいた方がいいというわけだ。次は日本人のおよそ3分の1は日本語が読めないだな。ここではさらに耳で勉強した方がいい理由を説明していく。はい。それは日本人のおよそ3分の1は日本語が読めないからだ。3分の 1? そんなに多いのか。ああ、実際にイギリスやアメリカ、日本を含む38カ国で言語力や読解力、数学的な能力、IT スキルといったあらゆる能力が測られた。はい。その結果、日本人のおよそ3分の1は日本語が読めないということが分かったんだ。ここで言う日本語が読めないとは、正しく理解できないという意味だ。理解か。じゃあ3分の1は教科書とか説明書を読んでも内容が理解できないってことですか？うむ。それどころか書類を書いて出すこともできないだろう。なるほど。しかし日本語を耳で聞いて理解することは誰でもできるんだ。それってなぜなんですかね？うむ、説明しよう。そもそも本や文字を読むという行為は生まれながらに備わっている能力ではなくて、何度も何度も本を読むことで養われる能力なんだ。へえ、そうなのか。ああ、そもそも原始時代に本なんてないだろ。そうですね。長い歴史の中で本を読むようになったのはつい最近だ。ほとんどの生き物は声で喋って耳で聞いて情報を手に入れていた。実際に赤ちゃんも耳で言葉を聞いて話し始める。はい。このように私たちは文字を読んで理解するよりも話を聞いて理解する方が得意なんだ。なるほどな。
そのため読書が苦手な人は多いが、耳で何かを聞いて学ぶことは誰でもできる。だから耳で学習することはかなりおすすめだというわけだな。次は耳の隙間時間は平均 3.7 時間もあるだな。さて、さっきは聞くことは読むよりも圧倒的に楽であるということを説明した。ここではさらに耳で学ぶべき理由を説明していく。はい。それは耳の隙間時間が1日に平均 3.7 時間もあるからだ。 3.7 時間？そんなにありますかね。あるぞ。というのはさっきも言った通り、耳を活用する場合はながら勉強ができるからだな。ながらか。はあ、例えばお風呂、散歩、通勤、電車、料理、筋トレ、ドライブ、トイレなどをしながら耳で何か情報を得られるだろう。特に移動中は長時間耳がガラ空きなはずだ。確かにそうですね。このように今の時代は机の前で勉強するだけでなく、移動中や家事、お風呂に入っている最中も耳から学習している人が大きな結果を出すことができるのだ。次は耳学習が認知症の予防になるだな。ここでは耳で学ぶことが健康にいい理由を説明していく。はい。それは耳学習が認知症の予防になるからだ。認知症の予防？本当ですか？ああ、世界的に権威のある医学誌であるランセットで、人が認知症になる最も大きな原因は難聴であると発表された。え、認知症と難聴って何か関係あるんですか？あるぞ。というのは耳が聞こえなくなると、それだけ脳に入ってくる情報が少なくなる。そうなると脳に刺激がなくなってしまうからボケやすいんだ。へえ、脳に入ってくる情報が少なくなるとボケてしまうのか。そうだ。そして認知症の原因の2位が教育だ。教育？どういうことですか？ふむ、ここの教育とは文字を読めない人とか勉強ができない人という意味だな。へえ。逆に27歳まで勉強をし続けてきた人や、大人になっても学び続けている人は認知症になる確率が極端に低いことが分かっている。そうなのか。つまり目と耳を使って勉強し続けておかないと認知症になりやすいということなんだ。ちなみに定年退職の後にボケやすいのは、今まで仕事で使っていた脳をほとんど使わなくなるからだ。次は先に音声を聞いて後で本を読むだな。ここでは本の内容をより深く理解する方法について説明していく。はい。それは先に音声を聞いて後で本を読むという方法だ。音声を聞いた後に本を読むか。ああ、例えばオーディオブックやオーディブル、YouTube にある本要約の動画を耳で聞いて内容を大体理解した後に紹介されていた本を読む方が、いきなり本を読むよりもずっと理解力が深くなるというわけだな。確かに本の内容を大体把握した上で読むと、ああそういうことかとか、ここは動画で紹介されていた箇所だという感じで、かなり深く内容を理解できますもんね。学生であれば通学しながら音声で予習をしておいて、その後に教科書などから学ぶと、より深く教科書の内容を理解できるということだな。次は全部を完璧に聞かなくていいだな。ここでは耳で音声を聞く際のポイントについて説明していく。はい。それは全部を完璧に聞かなくていいということだ。完璧に聞かなくていい？ほう、ここまで耳で学ぶことのメリットをたくさん紹介してきたわけだから、ついつい張り切って音声を一言一句聞き逃さないように集中して聞こうとする人がいるかもしれないが、そういう聞き方はあまり良くないな。シンプルに疲れるからな。そうなのか。だから何度も言っているが、通勤するついでとか散歩をするついでに、とりあえず音声を流しておくくらいの軽い気持ちでやるのがベストだろう。なるほど。 BGM みたいな感じですかね。そうだな。でもそんなのでしっかりと記憶されるんですか？大丈夫だ。何度も何度も繰り返し聞いていれば必ず記憶される。最後は音声には音声の良さ、本には本の良さがあるだな。さて、今までは音声で学ぶことのメリットを説明してきた。だからといって紙の本がダメだとかそういうわけでもない。まず音声は紙の本みたいにパラパラとページをめくって気になるところだけを知ることができないだろう。ああ、なるほど。確かに音声だと気になる部分だけを読むのって難しいですもんね。そういうことだ。とりあえず全体を一気に聞く人が多いだろう。そのためここはあんまり興味がないなという箇所や、ここの内容は別に飛ばしてもいいな、プロローグが無駄に長いなというところがどうしても出てきてしまう。そうですね。
また個人的にはオーディオブックやオーディブルは書き言葉をそのまま読み上げているため聞きづらい人も多いだろう。ああ、確かに会話になってないですもんね。そうだ、例えばアドラー先生の嫌われる勇気は哲学者と青年の会話がそのまま文章になっているわけだから音声でも聞き取りやすい。はい。だがそれ以外のほとんどの本はそもそも音声にするつもりで書かれているわけではないから、慣れないとなかなか内容が頭に入ってきづらいのだ。そうですね。このように紙の本には紙の良さ、電子書籍にも電子書籍の良さ、オーディオブックにもオーディオブックの良さがあるので、ぜひとも自分に合った方法を組み合わせて学習していくのがいいだろう。わかりました。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。